民進党の大塚代表は、参議院予算委員会での自民党議員の質問をめぐって、与党はかなり緩んでいると批判しました。自民党議員の中にはですね、外交日程、もしこなしたくないのであれば、総理がインフルエンザに罹患してうんぬんというような発言もありました。いいいかかがなものかとううふうに思いますやはり 与党がかなり緩んでいるということが、もうこの予算委員会の衆参の3日間でも明々白々でございますので、大塚代表が問題視したのは自民党の宇都川高志議員のこの発言です。えー、今度平昌オリンピックの開会式に総理が参加されるということでございます。本当は行きたくないんだろうなっていうもなんとなく感じます。まあインフルエンザとも流行っていますから、罹患するという点もありますしね。また大塚代表は。 もてに経済再生担当大臣の秘書が線香を配っていた問題も引き続き追及していく考えを強調しました。